花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしております。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやってまいりましょう。松下俊美、こんにちは、よろしくお願いします。どうですか、調子は？調子はいいですよ。バッチリ。はい、ほうほうほう、バッチリまでいかないかもこれ僕なんかあれは聞こえないけど。え、聞こえます？あ、今ボリューム上げました。大丈夫ですかね、カフ。あ、大丈夫です。ということでね、桜田武さん、どうも。はい、こんにちは、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。ここは1週間いかがでした？ライブ三昧、結構三昧でもないですけど。うん、何やってたっけな、選手もう昨日のこと、昨日のことすらね、忘れる年頃になってまいりましたね。ご飯食べたことも忘れちゃうぐらいだから、ね、やばいな。だから一日、今朝何食べたかっていうのなかなか ね忘れるときはあるよね。忘れますよね、うん、それが普通です。ですよね、はい、うん、そういう感じでね、はい、やっていきましょう。今日も、金尾城の音楽魂、はい、1週間あっという間に経ちましたけどもですね、はい、本日のゲスト、はい、これはね、僕のね、実は古くからのね、お友達ですね。お友達。うん、お友達、今日はご紹介しましょう。僕もね、知らなかったことがいっぱいあったんですね。スカンク・チカノさん、どうも、はい、こんにちは。こんにちは。いや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 。いやもうね、まずね、最近出しましたアルバム、これが出ましたね。これっていうかね。方々ですね。方々っていうね、これ映像も撮ってますけどもですね。これ僕ね、知ったのは、この間観音崎行きましたよね。行きましたね。ね、観音崎の元グッピーっていう横浜にね、はいはい、老舗があって、その時代っていうかね、そのお店がもう老舗で45年ぐらいやってたんですよ。そうです、45年ぐらい前ですね。45年ぐらいやってたお店が、はい、お店まあ一応閉じて観音崎におうちカフェみたいなのやってる、はい、でそこにね、僕の渡辺武とその鹿野さんと、はい、であとノブさんっていうね、そうですね、うん、古くからのマスターのお友達とね、はい、そのおうちで歌ったりしたんですよ。いいですね。ねえ、そこで久しぶりにね、鹿野さんともお会いしましたけども、まあこれはその中からの曲になりましょうかね。まだですね。ということでね、まずね、この方々っていうアルバムの最新アルバムの中から、スカンク・チカノさんのアルバムの中から1曲お届けしましょう。このタイトル曲ですね、方々。この街の女は
も優しいけど、この街の女は誰でも優しいのさ。いられやしないぜこんな街にゃ。ということでね、素晴らしい、なんか渋いですね、ほうぼうね、スカンク近野さんの新しいアルバムの中からねご紹介しておりますけどもですね、まあいろんなことがあると思うんですけど、僕が知ってる頃っていうのはグッピー、まああなたはこう久留米の生まれ、そう、生まれは久留米ですね、親父が日本語部だったもんで。それでいつ頃まで行ったんですか。もうすぐ、1歳半になった時にはもう横浜にいました。ああそうすると、あだから九州弁とかそういうのないもんね、全く。ただ家族みんな九州ですから、九州弁は聞く方は全然問題ないんですよ。九州弁は理解できるんで、工事おうちの通訳をやってます。いやだから通訳。昔の、まあ、このラジオにもね、ご紹介した山鉄とかはね、そうですね、北九州なので、ね、で、まあ僕よりも少し若いのかな。でも会ったらね、もうすぐ北九州弁になるわけよ。もうもうなんか、あらしけとばいとか言いながらそういう話になるけど、お前オラフしかできんとかお前はとか言って、いや大体ね、九州になると声がでかいのよ。でかい。山鉄もでかいし、まあ工事とかもでかいよね、まあ、ほら、諸岡賢治みんなでかいでしょ、ね、でかいですね、金吉郎スカンクシカノもでかいですよね声量があるんだね。そう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 、声がね、でかいっていうか、それで、横浜でお会いしたのはね、もともとだから横浜も学生時代からずっといらっしゃる。そうですね、ねえ、それで僕はね、20年ぐらい横浜住んでて、まあ今東京なので、そこにいた頃にフラットグッピーとかに飲みに行ってて、だから僕なんかはね、新参者だったんですね。だからほとんど10年とか15年ぐらいの付き合いかな、20年弱ぐらいの。だから近野さんとかも昔からあれでしょ。そうですね、僕は、バンド、今やってるザ・ホットワッツっていうバンドがもう35年目になるんですが、あ、そう、バンド活動も今もうそのまま続けてます、バンドは。すごい。月に1本ぐらい、ライブやってますね。ただシラフでやらないんで、リハーサルスタジオにビールサーバーがあるんで、そこで4時間リハーサルと称して飲み会をやって、楽しそう、ほぼみんなあれですね、平均的に酔っ払った状態でライブに臨むというね、もうとんでもないね、不謹慎な、不謹慎な場合でも、その山鉄くんもそうだけども、まあ、山鉄くんは学校の先生っていうかね、小学校だっけ。そう、山鉄は小学校です、ね、あなたは高校の先生やりながらバンドやってたんでしょ。そうです、やりながら。ねえ、俺ね、それがね、ものすごい許せなかったのよ鑑定しやがって、こっちはロッカーのとかね、俺たちはもうギリギリの生活の中で羨ましくてしょうがなくてさもう妬ましいぐらい思ってたからねで結構会うたびにもどっか酔っ払ってるわけよ。そういう姿しか見てないから、こういう真剣にブルースやってるとか、それはあんま知らなかったのよ、ね、あの当時ほらみんなもうぐでんぐでんになってね、だいたいぐでんぐでんだったですよ ね、 ね、そうね、なんかね、ぐでんぐでんな人たちがあの店は多くて、ね、集まってね、青木なんか行ったら試しに、サンピードのね、大変でしたよ、みんないましたけどもね、懐かしい。この間、まあ、グッピーのマスターとかもね、タカちゃんもみんな元気でね、全然おかわりなく元気で、まだたまに、
バンド活動みたいなねやられてて素晴らしいなとか思いますけど、どうですか、あの高校の先生やりながらそのブルースを歌うっていうのは。まず、うん、子供たちにあんまりそのことを言わないようにしてたんですよ。ああ、俺今言っちゃったけど大丈夫。いや大丈夫です、もう、うん、まあみんな知ってることなので。あ、そうなの。昔はあんまり宣伝しなかったんです、うん、あの昔高校生平気で酒飲みに来るから、あ、そうか、そうさせるわけにいかないので。そうですよ、ね、でも最近はね、どこのお店も厳しくやってくれてるんで、来てもジュースしか出さないから、うんうんうん、まあでも来ないですけどね、高校生はね。なるほどね、うん、バンドメンバーは最初の学校の教え子が、うん、3人ほどいる。あ、本当？そうです。教え子いいね。俺もね、その不登校の学校、高校の、まあ、そのボイストレーナーというか音楽講師をやってたことが10年ぐらいあって、でちょっとやっぱ不登校だからどっちかっていうとその弾けた子たちばっかりなんですよ、うんうん、それでそのやっぱその当時は暴走族とかあのリストカット女王とかねいっぱいいたんですけど、それそのあの問題な、そうそう、それででもそのボス、あのちょっと族系のやつが俺のコーラスやってたからね、うんうん、そういうのありますよね。そうですね、で僕の今バンドでギター弾いてる男は、うん、僕テニス部の顧問をずっとテニスもやるんですけれども、そうなんだ。でテニス部の顧問をやってた時のエースだったんです、うん、そいつは。でそいつが家に下宿してたんで、うん、学校の近くに、土曜日だったかな、うん、練習の後に先生んち遊び行っていいかっていうから来たんですよね、うんうん、それで、先生ギター弾くんだって、僕も弾くんですよって言うんで、うん、ちょっと弾いてみたら、うん、それどうやってやるんですかってとこから始まってハマり込んで、なるほどね、それまでは、ね、今度はなんか再結したアリス見に行くというアリスの大ファンだったんですけども、そのことで、はめてしまいまして、ブルースに引きずり込んでしまいました。そうなんだ、人生が変わったな。基本ロックなのでバンドはロックバンドですね。はい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 、いやだからあなたがこんなにブルースとか そういうブラックミュージックに長けてるっていうことすらあんまり知らなくて、まあ、ライナーノースとかそういう評論とかも書いてるんですか。そうですね、ホームページを、うん、ちょうど20年ぐらい前に開きまして、はいはい、でまあ、ブルース好きだったので、うん、メーリングリストみたいのがあったんですね、うんうん、ね、評論してる瀬野美恵さんなんかも参加してたんですけれども、うんうん、そこで、ある、オーティスラッシュだったかな、うんうん、の当時ピーバインが新しく出した CD を聞いてたら、うん、これ本テイクじゃなくて、ね、うん、オルタネートじゃないのなんていう話をしてたんですよ、うんうん、で出した方は本テイクだと思ったら調べたらオルタネートってことが分かって、うん、でそれで当時 のブラックミュージックレビューのブルーサンソルレコーズですか、うん、の、編集をやってたのがブルーサンソルレコーズ、ね、そうですね、はい、編集やったのがコーチさんっていう方で、うん、その人がぜひ会いたいと、うん、で、自由が丘で一杯やってで意気投合しまして、うん、じゃあこれから書いてくれ、うんっていう話になりまして、2003年ぐらいからほぼ迷子、うん、でその間、まあ、CD も5、6枚そのPVINEの、うん、CD のライナー、うん、ブルスケの、アルバムのライナーを書いてます。お、あ、今も書いてらっしゃる。そうです、今も、うん、ブルサンソーレコース書いてますし、あと、うん、ニューオリンズミュージックガイドブックっていうのが今から、うん、7年ぐらい前に出たんですけど、うんうん、全然売れなかったんですけども、うんうん、ただそれなんかも強調で、だいぶ、ダーティーダズン書いてみたりとか、うん、結構いろいろ書いて書く方も結構楽しませてもらったんです。ねえ、うん、やっぱりすごいね、そういうね、いろんな才能があって、それでほら生活は安定してるしさそこが一番ね、はがいでたまらんもんねって余裕でできちゃう、そうそう、余裕でできちゃうってとこがいいよねこれね、うんうん、でもこういう生き方っていうのはね、僕はほらオーディションを受けて九州だったんで出るその道があんまりなかったんですよ、それでそのオーディションレコード会社のオーディションを受けてその、デビューメジャーデビューするっていう方法しかなかったのね、うん、その当時70年代後半ぐらいはそういうのなかったんで、それで来たんですけども、だからもうなんかもうそれしかないっていうね、
世界です。やっぱ才能がなかったっていうのもあるんだけどね。いやいやそれはね、うん、こういう生き方はもう素敵ですよね。でもいろんな僕がこう道を歩んできていろんな方たちとこうやって今出会っているのがねものすごくその生きる糧になってるというかね張りになってますね。そうですね、うん、昔ほら売れなきゃいけないとか、で僕ソニーの第1回目だからハウンドドッグ売れてるでしょ、堀江純売れてるでしょ、五十嵐弘明売れてるでしょ、みんなその同世代なのよ。あ歌曲がね、うん、で俺はレガエだったからレガエ、ね、その当時レガエなんか誰もやってなかったんでちょっと難しかったんじゃない早すぎたのかもしれない、ね、そうちょっと早すぎたんですね。レガエだもんね。レガエだったんだね福田一郎さんから俺しっかり言われたもん。本当に前も言ったけど、かな君レガエはまだ日本じゃんみたいなそういう世界でしたけどもですね、さてね、今日もねファックスいろいろ来てます。スカンク近野さん、ゲストにいらしてますけどもですね、これあれですね、今流してるの方々の中からだと思いますね。ですよね、そうですよね、5曲目の、はい、それでね、この方々が今もう最新のアルバムですけども、もう一枚ね、一つ前のアルバム頑張るなっていうね、前っつっても10年前なんですけどね。10年前、あ10年前いいじゃないですか、僕24年ぶりに作ったんですよ頑張るなっていうねアルバムの中から一曲、スカンク近野さん聴いてみましょう。これ美女と野獣ってのはどういうこと？美女と野獣っていうユニットもやってたんです当時で、ソロと美女と野獣の曲を半々に入れて、でバンドの曲も1曲入ってるという、はいはいはい、まあちょっとコンピレーションみたいな作りになっているんで、はいはいはい、で、はい、その美女と野獣の美女というのは、うん、辻井貴子と言いまして、うん、今ヤギタコの辻井貴子です。あ、彼女がヤギタコをやる前は僕とやってたんです。そうなんです、ね、ヤギタコってあの坂田君知ってる？湘南台にも出てたし。あ、そうなんだ、うん、トラッドフォークをやるんですよ。あ、そうなんですか。で、柳さんと、あ、そうなの、男性と女性のデュオ で、昔のそう、古いアメリカンっていうの、そんな感じの、マウンテンミュージックとかね、うん、あ、そうなんだ、うん、非常に素敵な曲で、あ、そうですか、じゃあこの中からですね一曲ちょっと聴いてみましょうか。これは何ていう曲になりましょうか、ね、メタボリックブルースですね。メタボリックブルース、
ゃ物足りねえ。ラーメン食うならチャーシュー麺、もちろんギトギト豚骨で、ベルトの穴がまた一つ足りなくなってしまったよ。靴を履くにも紐が結べない。はい、ということでですね、このアルバム、頑張るなの中からスカンクチカノさんのですね、メタボリックブルースをお届けしております。またこれもね、素敵ななんかほんわかしたね、ゆったりした感じでいいですね。僕もね、ラグタイムとかそういうの実は好きなんですよね。まあレオン・レッドボーン、この間亡くなりましたけどもね、僕 すごく好きな人でね、あのいい加減さがね。ということでですね、スカンクチカノさん、今日はゲストにお招きいたしております。早速ね、ファックスをちょっとご紹介いたしましょう。はい、ここで、金尾芳郎さん、投げ銭 FM 音中、皆様こんにちは。私事で毎度お騒がせしておりますって、この間フィリピンに行ってたね、マニラからね、ファックス来ましたけどもですね、本日は西川口で聞いておりますと、ね、帰ってきたんだ。まあ、帰って来られたんですよね。さて、携帯の壊れてしまった金尾さん、その後いかがでしょうか。ガラケーの時には野毛のフライヤーで取れかかったボタンをいじりながらよく飲みましたねというね。前のガラケーで決定ボタンが全部ボロッと取れたわけ。決定できないんです、全部。そこまで使ってたんだよね俺。面白い。とかく金尾さんはギターやら携帯を車に踏まれるのがお好きなようです。好きなようで、好きなわけじゃないんですけど、これは体が踏まれることがないよう身代わりになってくれたことと思いますと。素晴らしい、ね、確かにそう思いますね。皆様も将来のある身、怪我にはくれぐれもご注意くださいというね、チャーリー佐藤さんからいただいております。PS、 某国で残ったペソを送りますって。ペソを送ってくれた今日投げ銭ね。これ500ペソになるの、ということでね、チャリサトさん、500ペソっていくらだ、500円ぐらい。全然わかんないね、ペソは。そういうことはわかんないな、これね。ということでね、携帯はね、今ちょっとこう、ほらもうか、今ちょっと修理してますからね、こう新しいもの借りてますよ。本当にね、僕の身代わりになってくれたと思います。ギターと携帯にね、感謝いたしますけどもですね。ということでね、チャーリー佐藤さんご紹介しました。松下さんの方からは、はい、うん、ありますね、はいはい、博多のみきさんからいただいてます。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。曇っててめちゃくちゃ蒸し暑い。蒸し暑いんだね。今日東京もちょっとそうだ ね、こっちもそうですね。観測史上最も遅く、いまだに梅雨入りしていないのが、市民一人当たりの年間降雨量が、おうおうおう、サウジアラビアみたいな、サウジアラビアね、うん、サウジアラビアみたいな場所としては怖いですね。うんうん、ちなみに今日は筋トレを終えて母を病院に連れて行きながら聞いています。ああ、そうです。お母さんはちょっとね、大変みたいで ね、 頑張っていただきたいと思いますね。はい、先週のゲストの坂本健さんも良かったですね。坂本健、はい、誠実な感じが歌にも出てる感じがしました。うんうん、さて今週のゲストはスカンクチカノさんです。はいはいはい、ようこそ、初めまして。おうおう、リゾネーターを鳴らしながら歌う翻訳の歌が伝わりやすく素晴らしいですね。よくね、博多の人もよくね、ミケ君特にね、いろいろそういう、ね、好きだからね、そういうの聞いてくれてるの、ありがとうね。それにオイラのルーツはブルーズなんで、ブルーズってくるシャーシーさんやろ。そこもめちゃくちゃ嬉しいです。さあやろ、はい、今日はリラックスした雰囲気の中で楽しんでってくださいね。はい、ありがとうございます。しかし人生いろいろですね。うん、人との出会いも、しっかり、うん、信じてた人から根も葉もないことを言いふらされたり、うん、逆に苦手だと思ってた人が実はものすごくありがたい存在だったりしますね。うんうん、困難も喜びも最後には笑い飛ばせるように日々を楽しんで、
一生懸命に生きていきたいもんですね、うん、リクエストかなさんは東京トナイト、東京トナイト、あれがえね、ダイナマイト、ダイナマイト、だけど何でも OK です、はい、ありがとうございます。スカンクチカノさんはお好きな歌を楽しんでやっていただきたいです、はい、ありがとうございます。そうそう、今晩は、ヤマトでツカサクとアミタメのジョイントですね。あ、そうで、今晩なの、そうです、今夜です、ね、それちょっと喋ってよ、あ、うん、今日、ヤマトの、うん、遊びさん、はい、遊びって ASOB なんですけどね、そこで、アミタメさんと塚さんと桜田ジョイントで、うん、8時からスタートで、うん、はい、頑張っていただきたい、ぜひお越しください、はい、頑張っていただきたいと思います。カナオさんも久しぶりのブルームードでの音楽魂ライブ楽しみですね、はい、これがね、あのブルームード2年ぶりにね、今度やりますね、はい、チラシありますでしょうか。あります、ね、カナオ吉郎音楽魂ライブというね、これ、まあ、あの毎回ブルームードでやってたんですけど、しばらくお休みしてました。2年半ぶりぐらいですね、今回はね、まあ同郷っていうは同じ九州の諸岡健治、あのガンダムのね、はい、諸岡健治のロックボーカリストですね。あと、町田健介さん、あ、町健さんだ、町健さんね、はい、町田健介さん、これはもうやっぱりあの素晴らしい ボイスですよね、うん、僕はまあどっちかというとブルース、うん、そうです ねブルース、チカラさんも知ってますか。マチケンさんは、うん、何度か横浜でライブをしてます。そうですか、2人とも声がでかいって言いながらやっぱりみんなでかいやつばっかりなんで、ね、本当にね、でもね、マチケンさんのこの今回もデザインしてもらったのね。あ、そうですか、ね、あの人はね、あの人はやっぱりそのもちろん物を変えたりするし、本も出してるし、デザインのセンスとかもね、うん、すごく長けててね、うん、これがまた歯がいいわけよ。素晴らしい才能を持った人がすごいいっぱいいるんで、で今回はそのフューチャーはね、諸岡健治、その町田健介、あのお二人をフューチャーして、バンド、まあ、桜田武さんね、それで渡辺武、それであと赤井浩二郎ベースというね、で後藤鈴木さんドラムで、松下俊美、コーラスボーカルということでね、これ一部二部に分けてやりますが、ちょっとお楽しみいただきたいと思います。松下さんもなんかコーナーがあるような気がしますよね。コーナー作っていただいて、きっちりやりましょう。で楽しみなね、これは7月2日もうすぐですよ、そうですね、カノン吉郎の音楽魂ライブボリューム6、7月2日汐留ブルームード、はい、であります、ご予約ね、今あの受付しておりますので、はい、電話番号申し上げましょう。東京03-3549-6010、東京03-3549-6010、ブルームードまで、ご予約いただきたいと思います。そうですね、ということでね、宣伝させていただきました。はい、ミキさんありがとうね。ありがとうございます、それでただね、俺も最近思うんだけども、その友達付き合いが俺ものすごい下手なのよ。いや、あの結構下手でね、あのすごく、でもね、あのいろんな人とまた再会したりとかする中でね、本当の友達っていうのはそんなにたくさん多くないけどね、まあいろんなことをね、あの言ったりする人もいるよね。俺だってラジオ始めた時、聞こえないラジオやってどうするのとかさ、うーん、エリアは狭いから。そうですよね、って言われたこと何回もあるよ。うん、でもね、やってたらほらサイマルが始まったりとかね、全世界だもんね。そう、それいろんな携帯で聴けるようになったりとか、4、5年してからそれが始まったのね。だからやっぱ続けてるとね、あのさ、なんか始めたりね、なんかこうやってたらね、言う人はいっぱいいますよね。でもあんまりね、あの自分 の信じた道を生きていたらね、きっといいことがあります。ということでね、チカノさんの今日生演奏ね、あの僕のちょっと変なギターなんですけども、それをお貸ししてですね、今日はあの近野さん生演奏していただきたいと思います。何をやりますか。何やりますか。さっきグッピーの話題が出ましたんで、はいはいはい、ね、ブルースでね、一番よくやられるスイートホームシカゴという曲があるんですが、ああ、ああ、それを替え歌にしちゃいまして、あ、グッピーのね、スイートホームグッピーという、ああ、いいですね、そういう感じでいってみたいと思います。グッピーのマスター喜ぶね。はい、こんな感じでいきましょうか。
熱帯魚とか思っちゃうね。お思いかもしれませんが、ということでですね、素敵なね、やっぱ声でかいね、やっぱね。おしゃーしい男がやっぱ九州前が多いよね。九州で育ったわけじゃないでしょ。まあそう、生まれ九州だからね。DNA に刻まれてんだね。いや、基本的にやっぱ出たがり屋が多いよね、九州って。みんな出たがるもん。出たがる。うん、出たがるっていうか、あ、結局お前も出たかったんだ、みたいな。ああ、わかりやすい。あ、ごめんなさい。ちょっとあ、上げてなかった。あ、大丈夫。本当に。歌大丈夫でしたかね。失礼しました。いつもあああやばいね、僕もねカフちょっと下ろしてたかもしれない、うん、でもすいません、大丈夫です、OK だ、はい、あ、はい、ありがとうございます。ということでですね、スイートホームグッピーでしたけども、あ、松下なのから、はい、今来ましたね、今来ましたメールが、はい、金尾さん、松下さん、こんにちは、うん、毎度松戸のまっちゃんです、うんうん、スカンク近野さん、はじめまして。ほうほう、個性的な声に酔いそうです。こんな昼間から音楽とおしゃべり期待してます。桜田さん、キキさん、今日も楽しく盛り立ててください、はい、ありがとうございます。こう読んでたら現れるとかね。今日はどうなんでしょうね。松ちゃんね、来てましたけどもですね。これ力さんの今ね、CD からいろいろ聞いてますけども、まあ一番新しい CD っていうのはね、方々っていうね、スカンク近野さんの CD ですけども、これはあれですか、ライブにお伺いして、それでお求めいただける。そうですね、ライブ会場で、まあ、手売りをしているのと、はいはいはい、あとFacebook の方には、うん、スカンク近野という、うん、ページがありまして、うん、そちらの方には郵便で地方発送する、はいはいはい、ことについて書いてあります。メールをいただければ地方の方まで、お送りいたします。はいはいはい、あれでも九州とかずっと行ってたんでしょ、いろんな。そうですね、この4月に、うん、退職、まあ晴れて定年退職だったので、はい、でそこから先は非常勤っていう形での仕事になりましたので、うん、休みが取りやすくなりまして、うん、しかも今年ゴールデンウィーク10日もあったので、うん、もう九州を、車で走りながら、すごいね、ぼちぼちとあちこちで、まあ、気の向いた時にライブやらせていただきまして、非常に、まあ、天気がね今年ね、ゴールデンウィーク悪くて、それはちょっと残念だったんですけどね、鹿児島では某店で2日続けて飲んだくれるとか、結構楽しい旅行してきました。もともと旅行が大好きで、
ね、地理を教えるという、そもそも旅行が仕事みたいなもんなんで、そうなんだ、ね、地理の先生なんですか。ですからそれにちなんで方々と あちこちという あとはあの英語の方々ってあのさすらいの、人を方々って言いますね、それを かけて、ね、名前にしました。さすがやっぱり ね違うよね、知性がみなぎってね、知性のかけらもないから、ね、じゃあシカゴとかは行かないんですか。いや、あの海外はね、学生の頃は行ったんですが、仕事してから行ってないんですよ。忙しいっていうのもあったんですけど、英語苦手なんで、だから歌も全部日本語にしたんで、まあ行きたいなとは思ってるんですけどね。でもあのあれですよね、僕も結構海外はそう嫌いです。嫌いなわけじゃないんですけど、嫌いって言いませんでした。嫌いじゃ、ちょっと疲れるんで。で、一回俺ちょっと成田でさ、あの犬がじゃれてきたことあって、それがね、あの引っかかってんの、ね、引っかかってんのよ。ものすごく嫌な思いしたから、その時。それはね、いや、何もなかったよ、もちろん、ね、あのちょっと犬がね、じゃれてきただけなんですなんでですかね。なんでなんだろう、何に反応したのかね。わかんないけどね。あとね、日本の中でもね、行ったことがなくて面白いこといっぱいあるんですよ、ね。それで素敵な ね場所ありますよね。そうそう、ね、最近あの流行りのテレビにあのポツンと一軒やったりじゃないですか。ああいうの見ちゃうと、ね、山の上の行ってみたくなっちゃうんですよ ね。やっぱりそういうの、いや、あの年齢的にね、僕らの頃になるとね、そういうありますよね。東京はちょっと疲れるようなね、田舎僕育ちなので、そういう風なあの年齢っていうのもあるかもしれないですね。だからこの間九州もね、帰りに、ね、加納さんの、出身した筑豊の方行って、で飯塚の駅前行って、ボタ山が緑になってるのを見てびっくりしたという。今ねボタ山、昔黒いね、あの形で三角だったんだけども、今はもう時が経って草が生えてるね。だから緑の三角山みたいになって、うもうびっくりしました、ね、昔行ったのがね、もう30年前で、まだ、ね、あそこの宮田の露店はやってた頃ですから、なるほど あのね、もうその時代から見ると、もう40年近く経ちますから、覚醒の感があって、あ、びっくりしましたね。簡単に私たちは見たことないよね、ボタ山って。ボタ山見たことないでしょ、あのちっちゃい頃にね、そういう僕は思い出がありますよね。でね、あの音楽家でずっと石炭を船で運んでたわけ。で、その各その要するに町町で大きなイチョウの木を目印にそれ運んでたの。そういうことがあったのね。それでまあそういう町でしたけどね。本当にね、あの懐かしい。あの先週ちょっとリクエストがありましたけども、あの大阪の聖子さんのリクエストにね、僕お答えしましょうか。じゃあちょっと歌わせていただきます。なんだ、あのダイナマイトが来てたね、確かね、聖子さん、それちょっとやってみますか。はい、大丈夫ですよ。ちょっとこんな感じ。あ、これこのまま歌っていいんだよね。俺なんかちょっと勘違いしてたさっき。行きますか、ダイナマイト。
はい、大阪の荒、木聖子さんのリクエストにお答えしましたダイナマイトをお届けしましたけどもですね、いかがでしたでしょうか。この昼間からその夜の雰囲気、ね、あんまり出しすぎたらダメですよって言われる酒飲みの歌ばっかり歌いやがってみたいなね、失礼しましたけど、ね、もうほぼなんて後ろ4曲酒の歌であ本当そうかそうか、ね、今日はねスカンク近野さんおいでいただいておりますけどもですね、最新アルバムほぼ、で、この後のですねライブスケジュールってございます。はいはい、来週の金曜日、川崎の、はい、ティーンスピリットという、川崎の市役所の道向かいぐらいのところにあるところで、ほうほうほう、川崎、はい、ライブをします。あ、そうですか、ティーンスピリット、ティーンスピリットって言いましたね。なんか僕初めてなんですけれども、はい、大阪から正武田さん、それから横浜から遠藤浩二さんとか、おうおうおう、結構あと若い人も入っておうおう、まあ、ワイワイとやろうという感じ で、それがあります。あとはその次の土曜日かな、7月の6日だったかな、うん、7月6日、はい、だったと思いますけど、はい、浩二大内が、野毛のボーダーラインにやってきまして、はいはい、通訳がてら前座をやることになっております。通訳あ、そうですか、工場中懐かしい、まあ何回もねこの番組にもね来てますけども、今回は何、フジロックとかも出るの。フジロック出るってね、なんか工事おうち、今ひょねすごく人気が上がってきてますけどもね、うん、嬉しいですよね。最初この番組に出た頃はねまだそんなにね、うん、みんな知らなかったかもしれないけどもね、こうやってねどん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 広がっていくことをね楽しみに思ってますけども、スカンク近野さんの、ね、生歌をちょっと今日はもう一曲いきますか。もう一曲なんか、どういう風に感じしましょうか。じゃあ、ちょっとその浩二おうちの話題が出たので、おうおうおう、これをね、浩二君の前でやったら、非常に喜んでくれたという。あ、そうです。僕の歌なんですけども、はいはいはい、スタイルが浩二君の得意なスタイルでやったので、ゼンマイ人形という曲を。あ、ゼンマイ人形、はい、行ってみましょうか。はい、スカンクチカノ。くるくる。
夜はずっとどんなにねじ巻いてもピクリとも動きゃしねえよ。これは、ゼンマイ、ゼンマイ人形というゼンマイ人形ね、スカンクチカナさん、これはなんかこうあれですよね、コージ君とか割と共通する部分がね、そうですね、そういうやっぱりあれですか、ロバート・ジョンソンとか、まあ、そのもっと前の頃のあれがそういう割と基本的に好きだったの。ね、どっちかっていうと戦後のブルースが好きなんですけれども、ローウェル・フルソンっていう人が僕は大好きで、でその人とか、まあ、このライトニング・ホプキンスっていう人は、まあ、スタイル真似たんですけれども、78年に来日してるのを見たんですよね僕ね。そうなの、もうそれで、うん、一発でやられまして、これはすごい。でその頃ね、学生時代にやってたバンドを、うん、もう完全なブルースバンドにしちゃいまして、その後そうなの、ね、その学生時代は本当にブルースをやってました。そうなんです。ですから中央沿線にはよく行ってました。へえ、そうでしたか。本日のねお客様、スカンクチカノさん、みんな皆様もね、今日初めての方もいらっしゃると思いますが、どうぞね、こういう形でブルース、いろんなところでねブルースライブやられてますけどもですね、高校の先生もちょっと今ね引退されて、非常勤講師というね、うん、ねよく抜け抜けてやるよねこれ。歯がいいやろ。なんかこう余裕を感じるよね、なんかね、僕もちょっと頑張りたいと思いますけど。いかがでしたか、松下どうしみさん。いやもう楽しかったね。イメージがね、ちょっと全然分かんなくて、ブルースだと思ってなくて、はいはい、もっとロックかなって、山鉄さんのイメージ、山鉄先生をやってて、ね、歌ってらっしゃるっていうので、うんうん、なんかそう想像して、山鉄くんはまあこう、でもあれでもちょっと柔らかくなった方よ。昔ハリネズミみたいな感じ。ハリネズミ。ハリネズミ。近寄れないようなね。俺もそうだったけどね。スカンクチカノっていう名前は山鉄がつけたんですよ。マジで。臭い音楽をやるからって。なるほどね。でも一度聞いたら忘れないもんね。そうそう、インパクト強いんでね、そのままいただいてます。確かにね。名付け親だったんですね、じゃあね。山鉄なんだね。ゴッドファーザーだったんですか。なんかこうみんなでしたいね。ウッピーのね。そうですね。同窓会。同窓会。うん、したいよねみんな。なんかみんなまだ元気でやってるっていうのはすごいね。ね、だんだん年とともにね、みんなその向こうの世界に行ったりとかする時期になりましたけども、うん、まあ、元気でこうやって歌えるだけは幸せよね。うん、そうですね。すごい幸せなことですね。ね、本当にそう思います。本日のゲストはですね、スカンクチカノさんでございましたが、この中からもう一曲聴きながらお別れしましょうかね。もうそろそろ時間になりましょうか。これだとトラック何がいいですかね。途中になると思いますけど、ね、途中になるとするならばね、はい、方々の中からね、ね、9曲目かな、酒飲みっていうね、まあ、酒飲みまんまいいの選ぶね。はい、はい、よろしくお願いいたします。じゃあご紹介しましょう。酒飲みというタイトル。そうです。いいね、とんでもない歌です。はい。酒は目に悪い、
酒は目に悪い酒は目に悪い分かっちゃいるけどやっぱり酒を飲むやがて目がかすむやがて目がかすむやがて目がかすむ酔えばそうなるそれでも酒を飲むみんなぼやけてるみんなぼやけてるみんなぼやけてるぐるぐる回ってやっぱり酒を飲むこれいいねいいですねどうよいや、もうすごいね、俺なんか自分のこと言われてるからさもう目がかすむねやっぱ酒かなやっぱりね、うん、あのだんだんね、物事がはっきり見えなくなるのがね、うん、気持ちいいんですよねなるほどあの世の中の醜いものもね、それもみんなぼやけてね、うん結構それはそれも言えるよね、それやっぱりほらだんだん心が見えてくるから本当に、うん、そう見えないものが見えてくる、うん、ね、カノオさんにね昔グッピーで会った頃って大体そういう状態だったんで、ね、そうそうお互いねお互いにもうほんとそうだけどねだからなんかこうあのロック喫茶っていうかロックバーみたいなねあのもののやっぱ僕の中ではね一番こう印象に残ったところですよねグッピーですね、今日もね楽しい時間あっという間に過ぎてしまいましたけどもねスカンクチカノさん、ご紹介いただきましたご紹介しました。また来週ねお会いいたしましょう。来週のゲストはですね将軍オブザブルース菊田俊介、はい、あしゅんちゃん、登場ですね。いよいよね今沖縄行ってると思いますが、はい来週 の、そのちょうどライブの日ですね。そうなんです、ここ、どこですかこれは。これ荻窪ルースターズで6月28日荻窪ルースターズインターナショナルブルースサミットって言ってフランスからフランスからはい、あのエルホセ、エルホセ台湾から、ダフ、はい、ダフそれで、日本はしゅんちゃんと片野篤志片野篤志さんね、はいやりますぜひ6月28日、はい、これはですね、金曜日ですね。どこでしたっけ？あ、荻窪ルースターズ。ほんでね。よろしくお願いします。ということでね、その前にね、北谷俊介さん、はい、来ていただきましょう、はい。また来週お会いいたしましょう。お相手は金谷義郎でした、はい。See you next time! 行き交う人の中に幻を見たんだ優しいあの人は今はない